火をまあ長いわ。いいぞ、いいぞ、勢い任せ。ジン、僕はね、あるね、考古学を学びまして、考古学、あるね、極論にたどり着きました。シュプリーム、はいはいはい、ありますね、まあ僕着てますけど、シュプリームゾロイだね。シュプラーム、シュプラー、シュプリー、シュパー、シュパーだ、シュプリームですね。シュプリーム、本物つけてても、うん、偽物と疑われる説。はぁー、ガール、これはやばい、これはほんと本出した方がいいわ。そう、あるあるよ。服とかはまあ珍しいのはあんま疑われないとして、そうですね、これよ問題、これよ、ね、こんなん一番言われるよ。キャップのロゴのこのキャップ、これもう 100% 疑われる、言われるな。これちなみにどっちだと思う？これは本物です。自分だろそれ。本物です。はい、本物はっていうやつがいるんだよね。そうですね、完全に本物のやつで、まあタグも一応つけてあります。はい、つけっぱにしてます。あ、これね、それが重要なんですよ。あ、なるほどね。疑われないようにつけっぱにしてるんですけれども、はいはい、やっぱりどうしてもどのコメントにもシュプリームアンチがすごい、あー多い、まあ多いよ。シンプルに可愛いのに着にくいというか、うん、ね、僕もね、着にくかったです。そう、あるんだよね、そういうの。そう、間違って偽物って言ってるやつ、友達の前でね、本当にすれ違った人が見て、あれ偽物とか言って、はい、本物知ってる人がね、この友達だった場合、あの、めちゃくちゃ寒い思いすると思う。いやー、めっちゃ優しいから、もうこの世で一番ダセいやつだよ。本当に寒い思いすると思うので、まあ、そこ見極める力もつけてもらいたいし、まあ、何でもかんでも疑って入るのよくないぞと、うん、世直し、世直しの動画です。はい最近教育動画多いから今日から3日から4日ぐらい僕ずっとこのキャップつけて動画で、これつけてる時のコメントなんで、偽物っていうのがあった場合、偽物だろチーム勝ちで、本物ちゃんとコメントしてるやつはすげえんだぞっていうチームがこっち。おお、それに今から分かれてる。うわ、そうなんだ。本物見極めれるやつがいるかってこと。そう、ちなみに100% ちゃんと正解で誰も触れてこない、もしくはあ、本物のシュプリームだっていうコメントしかないと思う。いないですよね。いない。じゃあグッとパで分かれてもらいます。外れたチームは本物のシュプリームを買ってくる。マジか。基本3万以上はする。そうだよね。グッとパで分かれましょう。俺ですね。勝った方が絶対コメントでいるっていう方を選べる。はい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 。最初はグー、じゃんけんぽい。跳ねる予定だね。はい、こうでしょう、しょう、しょう。わあ、イエーイ、絶対いるよ。俺とノリが、偽物なんていうやつはいない。はい、みんな見る目があってコメントしてる派です。はい、で、残りの3人は、絶対に偽物だというコメントが1個でもあると。いや、いるんだって人よ。お前ら信じてるぞ。え、AI？ AI じゃねえ。人工知能や。はい、ということで、じゃあ3日4日見てコメントを最終日にチェックして、どうなるかです。あー、見ていいだろ、これ面白いっすよ。これやばい、これやばい。これで我ら勝った場合、そう、本当にすごい。もう気泡だよ、気泡台だし、コメントの人たちすげえ、すごい、めちゃくちゃ詳しいんだよ。目が超えてる。ナイス、シュプリー。結果発表。結果発表。ターボーさんがね、審査員ということで調べてきてくれましたので。調べましたよ。コメント全部で4つありました。これやばいね。俺らは偽物って言われちゃダメなんでね。そうだね、そう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 。じゃあまず1つ目、その帽子シュプリームっていうだけで満足してる感がすごい。なるほど、なるほど。で、最後にダサいって言ってます。あ、これはどうでしょうか。これは偽物とは言ってない。俺は言ってないです。偽物とは言ってない。ただ限りなくディスられた。ディスられた。すげえアンチだ。ディスられた。まあまあいいんですよ、セーフなんで。まあセーフだね。いや、そこじゃないから戦いは。じゃあ2つ目、おいおい、てんてんてん、正義、シュプリームの帽子とか金持ちやな、わら。あぶねえ。あぶねえ。なんでよ。ありがとう。金持ちです。ありがとう、おいおいさん。だから、なんならプラスイメージ。そうだね。ありがたい。ナイス。おいおいさん、見る目がある。ナイス。ナイス。ちゃんと分かってるところでしょ。いや、すごい。金持ちだな。見る目があるわ。ダメだ、やばい。次次次。おいおい。絶対か。三つ目、シュプリームの帽子いいな、かっこいい。よっしゃー。いいぞ。あと一人。やばい、やばい、やばい。
イントしてるとちゃんと知ってるってことになるよ。これでもう全部それだ。本当にバカにできないですよ。いやすごいすごいこと。いや正直びっくりしてるわ、こんなプラスイメージのコメント、ね、俺も100いると思った。おお、多分まだこれ最後9回2アウトだ。野球と一緒だ。そう、さあ次のでね、最後ですよ。大事なのは地下のチームがシュプリームを買うことになります。最後のコメント、シュプリームの帽子くれーくれー、よっしゃー勝利。なんでおめえも言ってたの。俺散々言われてたけど、本当にみんな知ってって言った。だから本当に正義がそのシュプリームかぶってる動画全部見た、うん、でも偽物コメント一個もない、ちゃんと。すごいわ、すごい。皆さんすごい、ね、皆さんあっぱれ。来るしやっぱでも普段から結構おしゃれな格好してるから偽物とか言う人いないんじゃない。あ確かに、正義だったら偽物なんて着ないでしょうみたいな。俺本当に 100% 絶対いると思ってこの企画やってんの。だんだんちょっと自分からバカにされていってるみたいな。いっちゃん言われるあのオーソドックスなやつ買ったんだけど、うん、ね、あえてみんなもたけてんだね、ファッション性に、うん、見てる人はちゃんとすごいね。じゃあこの中から一人ですね、スプリーム自腹で買ってもらいますんで、じゃんけんお願いします。何でいや、お前は買わねえんだよ。えってお前買いたいんだ。買いたいだけ。じゃあ負けですか。勝ちでしょ、勝ち。どこは勝ちで、タイトル買いたいもん、スプリーム。だから俺も何なら買いたいもん。お前欲しくないの。ベペベペ欲しい。なんだベペベペ欲しい。最初だけじゃんけんぽいぽい。これは待っていたんだよ、俺は。この前は一騎打ちの俺裏剣勝負してやるやん。最初はグー、ジャンケンパイ、うわぁ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 、 SQPREMS プレミアイエーイ。おい芸人かお前。ターボーさんのシュプリームが来たらちゃんとそれもねインスタグラムに載せてください。そうだね。ということで皆さんはね、本当に見る目があるということで、本当に素晴らしいでございます。素晴らしいです。これは逆にもう YouTube コメント欄の信憑性上がりました、この動画。ああ確かに、うん、確かに。そう、もう偽物って言われたら偽物ですことも。第二弾もちょっと考えてて、偽物と資本物をもうごちゃごちゃにして全員来てどれが本物かコメント当ててもらう。なるほど。それが一番わかるな。それじゃ後日いつかやりたいと思います。はい、はい、この動画ちょっと面白かったと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。好きになって信じたって、どうせ恋なんて、この一歩が踏み出せない自分が許す。